震災の翌日に生まれた少女が全国空手道競技大会で優勝しました。周りの愛情と期待を一身に受け練習に励む7歳の空手少女をご紹介します。グッドラックストーリー。釜石市の平田小学校に通う照井小春ちゃんは、昨年開催された第53回和道会全国空手道競技大会小学1年男女形の部で見事優勝を果たしました。優勝した時はどんな気持ちでしたか？すごい嬉しくて、勝つ気持ちで頑張ってます。小春ちゃんが生まれたのは東日本大震災翌日の3月12日。混乱の中で命を授かった希望の子に、お父さんは心身ともに強く育ってほしいと空手を勧めました。もう震災の真っ只中だったので、ご大満足で健康に生まれてきてくれたので、まあ良かったですけどね。3歳で一応見学に行ったら、先生の方も、まあ連れてきていいよって言われたので、スッと入ったっていう感じですかね。3歳で始めた空手はめきめき上達し、県内外の大会で何度も優勝。昨年には東北ジュニア強化指定選手に認定されました。肩がピシッと決まるところとか、判定を待ってる時に自分の方に肩がピシッと上がるのが嬉しいです。集中力もあるので、空手そのものをこう理解しようとして自分でやってるので、肩はちょっと向いてると思いますね。週4回の稽古のほか、自宅でもお父さん相手に練習に励む小春ちゃん。小柄な体に宿るのは、全ての大会で優勝したいという大きな目標です。これから考えてることはありますか？全国少年少女と和道全国に連覇することです。本人も全国大会でこう優勝を目指しているので、まあ将来的には国体選手とか、そういう感じで活躍できればいいなと思ってます。空手少女の瞳は未来をしっかりと見据えていました。全ての大会で勝つぞ。全いつも笑顔で何事にも全力で取り組みます。この番組は高レクの提供でお送りしました。次回はこの方のグッドラックストーリーをお送りします。